はいどうも皆さんこんにちは、グーです。レッドデッドリデンプション2やっていこうと思います。今日はね、皆さん気になってますよね、レッドデッド2のオンラインに関する話をしていこうと思います。今ね、海外からのリーク情報でオンラインに関するタレコミがちょっとだけあります。どうやらオンライン用のストーリーは刑務所から始まるみたいですよ。おそらく様々なプレイヤー、要は無法者が一気に解き放たれてうんぬんというストーリーになりそうです。どういった物語が描かれるのでしょうか、非常に楽しみですね。今日はね、レッドデッド2のオンラインがどういう風になるのが一番成功法なのか、どうすれば長くより多くのユーザーが楽しめるものになるのか、ちょっとね、僕なりに考えをまとめましたので、それについて語っていこうと思います。まずね、オンライン用トロフィーが PS4 ページの方ですでに公開されておりまして、こちらの方からどのようなことがオンラインでできるのかっていうのは部分的に知ることができます。一つ目のトロフィーがイントロをクリアするっていうことでね、導入部分のクリアがまず完了してオンラインが始まるみたいですね。そしてまあ下の方を見ていきますと、例えばワールドのキャラクターが与えるミッションですとか、ホーローモードイベントというオンライン専用のイベントがあるということ、アワードで金メダルなどストーリーミッションでもあった内容がやはりオンラインでも適用されているということですね。気になる中だと民警団というプレイヤー同士でチームを組んで対戦するようなモードもやはりあるようなので、そこら辺の期待を裏切ってくる可能性はまずないと言っていいでしょう。あとは収集やアイテム作成に関するトロフィーが並んでいたりしますね。まあね、トロフィーの情報は果たしても表面的なものであることに変わりはないと思うので、オンラインの内容の詳細は後日公式から発表されるのを待つとして、僕の方から勝手な予想などを話すことはこの動画では控えさせていただこうと思います。今日僕が話したいことはですね、ズバリレッドデッドリデンプション2のオンラインモードが成功するためにはどういった要素が必要かということです。今年の年末なんですが、非常に豊富なゲームのラインナップとなっておりまして、まず直近で控えているのがフォールアウト76ですね。このゲームはね、コメント欄でもレッドデッド2買ってる人でも楽しみにされてる方が多そうなので、やはりね、ちょっとこのゲームの影響は無視できないんじゃないかなと思います。さらに絶対絶命都市4、もともと発売からレッドデッド2とほぼ被っていたゲームだったんですが、国内で有数のコアファンを持つゲームで、レッドデッド2と全くタイプは違うゲームなんですが、やはり相当数のヒットを飛ばすことが予想されます。そしてハードは違うんですが、これは世界にも大きな影響を与えるでしょう。スイッチ版スマッシュブラザーズスペシャルですね。いくらハードが違うといえど、さすがにスマブラともなればね、影響力を考えないわけにもいかないと。 PS4 のゲームではありませんが、やはり無視できない影響力を持っていると思います。そしてやはり PS4 内ではですね、フォートナイトは今でも非常に流行ってますし、 BO4 にハマってる人も BF5 の登場を楽しみにされている方もいらっしゃると思います。 FPS、TPS 界隈もね、やはり大変賑わっているっていうことですね。まあ、そこら辺の e スポーツの流れもね、とても軽んじられるものではありませんよね。さらにですね、長期的ブームと言えるものなくても、ドットイーター、ドラゴンクエストビルダーズ2、さらに年の始まりにはキングダムハーツ3とバイオハザード2リメイクが発売されてしまうと、このコンテンツ量はね、なかなか凄まじいですよね。しかもですね、今言った全てのタイトルがこれから3ヶ月以内に全部来てしまうわけですね。これはいかがなものか。まあ、正直言いますと、レドデ2を買ってもうそれ以外ゲームは買わないと固く決心されてる方ならいいんですが、さっき言ったラインナップの中で他のゲームをプレイしてみたいと思ってるユーザーの方がね、まあ、相当数いてもそれは仕方ないですよね。まあ、事実僕もホールアウト76を非常に楽しみにしておりまして、絶対絶命都市4とホールアウト76を購入する予定だったんです。一月前までは、それがね、直前になって絶々の発売日が延期されまして、急遽気になっていたらレドデ2を購入することにして、まあ、結果待ってしまったと、まあ、そういう状況なんですね。まあ、なんというかね、レッドデッド2をせっかく買ったんだから、やれることがたくさんあって素晴らしいゲームだと僕ももちろん思っているんですが、だからね、他のゲームなんか無視して、レッドデッド2をこれからオンラインで、もうみんなでやり続けようよっていうだけではね、まあ、僕も大概いろんなゲームを見てきましたが、まあ、間違いなく長続きはしないと思いますね。それはね、レッドデッド2が面白くないとかそういうことではなく、やはり同じハードであるね、PS4 だけでも、さっき言った量のコンテンツが出るということと、いくらね、レッドデッドの世界観の没入感が素晴らしいからといっても、なんだかんだね、それより、まあ、サクサクできるオンライン可能のゲームにみんな目がいってしまうということなんですよね。まあ、悲しいけどね。そういう時にレッドデッド2から離れていく人を、まあ、裏切り者扱いするとか、まあ、そういうことは簡単なんですけど、まあ、ぶっちゃけそれでは何も解決しないんですよ。やはりここで考えなくてはいけないのは、レッドデッド2がね、それのみをやる人ももちろん楽しめて、なおかつ他のゲームに流れてる人も併用してレッドデッド2ができる、もしくは定期的に戻ってきたくなるような、そういった要素が必須だということではないでしょうか。やはりね、このゲームのゲーム性のみをとって、新しくオンラインではこんなことができるようになるとか、こういう新しいミッションが追加されるというだけではですね、もともとグラセフのように何でもできるわけではない。自由度に制限を設けているこのゲームは、これから先のコンテンツ戦争に生き残っていくことはできないのではないでしょうか。そこでね、僕考えたんですよ。レッドデッド2がオンラインでずっと生き残っていく方法を。実はね、一つしかないんですよね。これさえやってればみんな相当オンラインに喜んでくれて、他のゲームもやっていても一時中断して戻ってきてくれるんじゃないかって。それね、はっきり言ってね、新マップ追加なんですよ。
皆さんこのゲームを始めた時に何に一番感動しましたか？もっさりした操作感に感動しましたか？やれることの量、種類に即座に感動しましたか？時間をかけていく中でもちろんそれは重要ってことは分かってくるけど、僕らがレドデツをやった時に真っ先に感動したのは実はそこじゃないはずなんですよ。一言言ってしまうと、グラフィックではないでしょうか。本当に西部時代のアメリカに来てしまったような世界への没入感、本当に生きているように見える動物たちとか人間、すなわちこのゲームの中で生活してるぞっていうリアリティと、その体験こそレドデツにハマる最も大きな理由のはずです。それがストーリーモードではできなかった新しいマップでできるってなったら、一度レドデツハマった人なら他のゲームしてても嫌がおうでも気になりませんかね。例えば今年の年始モンハンワールド買った人超多かったじゃないですか。でも今ってモンハンせっかく買ったけどアップでもあまりやり込まずに結構放置しちゃってる人、もう他のゲームやっちゃってるって人多いですよね。もし仮にね、今ねカプコンの公式が来月のモンハンワールドのアップデで新マップの雪山を実装します、さらに新しいモンスターとしてベイオロス、ティガレックス、ガムートの追加を実装しますって言ったら、何ヶ月もモンハンやってない人ももう一回とりあえずモンハンやろうってなりそうじゃないですか。レドデ2に置き換えると、来月新マップで例えばブラジルに行けるようになります、アマゾンで狩りができるようになりますとか、東南アジアでプランテーションができるようになりますとか、この時代だとスウェズ運河を通ってエジプトオスマン帝国に行けます、アフリカに行ってライオンやゾウを狩ることができますってなって、それが定期的にアップデートくるってなったらレドデ2超盛り上がりそうじゃないですか。それこそ今はストーリーモードをみんな一人でやってる段階ですが、オンラインでトラとかゾウが映ったりすれば、レドデ2オンライン来るまで様子見た人もちょっとマジで面白そうだぞこれってなって、新規ユーザーすら獲得できてしまうわけですよ。この新マップを追加する手法っていうのはファークライ5やホライゾンゼロドーンが実際にやってまして、ファークライなんかベトナムとか火星とかまで追加してるんですよ。それでそのやり方っていうのは確かに海外では受けていて、定期的にユーザーに戻ってきてもらうのに効果的なんですよ。このゲームって途中アメリカを離れて南の島に行くシーンがあるじゃないですか。そしてそこで新しい動物とか植物をちゃんとグラフィックで再現してるわけですよね。ってなると、もっと他の動物や建物、地形のグラフィックを作っていたってそんなに不思議じゃないんですよ。もちろんね、レッドデッドリデンプション2の需要は海外が中心ですので、日本の国内の需要を優先してオンラインが組まれるってことはないと思いますけれども、やはりね、今言ったような内容は海外でも受けがいいと思いますし、実際に実装されても僕はそんなに、おかしくないんじゃないかなと思います。贅沢な考えすぎるぞと言われると、いや、そんなことないんじゃないかなと思ってるっていうのが正直な感想ですね。まとめますと、レドデ2のオンラインね、この新マップの追加、そしてそこでもやり込めるミッションやチャレンジの収集要素をいっぱい追加するってなれば、ずっとレドデ2やり込むんだっていう層も、他のゲームやりながらもレドデ2のオンラインも楽しみたいっていう層も、どっちも結構満足することができるんじゃないでしょうか、ということです。はい、それではね、少し長い話になってしまいましたが、レドデ2のオンラインね、僕なんとか長期的にかつ他のゲームとも盛り合いつけて仲良くやってほしいと思っていて、自分なりの考えを話させていただきました。皆さんはレドデ2のオンラインどんなことを期待していますか？人それぞれだと思いますが、僕は今言ったようなことが実装されれば大変嬉しいなと思っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。おつぐです。失礼します。